はいみなさんこんにちはアルブル木工教室の辻です内窓を DIY で作ろう実践編ということでお送りしておりますでえっ、ー、とそれでえー、前回、えー、小川くんのご自宅に行ってえっ、ー、と2つの窓にそれぞれ引き戸とあと折れ戸を作ろうということで話が進みましたそれでその採寸をした後にいざ持ち帰って、えー、と図面をちょっと引こうというと,ということでですねあの設計 と、あと、ま、その考え方ですね。というのをちょっと詳しくご説明させていただこうと思います。で、えまあ、簡単にまあ作ろうと思えばいくらでも作れるんですけれども、えっ、ー、と、より、まあ、えっ、ー、と、使い勝手のいい窓の作り方なんですけれども、えー、なかなかご自宅に道具が揃わない方もいらっしゃると思います。なので、えー、ホームセンターでカットしてもらった材料を特殊な機械を使わずに、えー、ご自宅でできるような方法を、えー、いろいろ考えて、えー、ちょっと、えー、構成してみました。 なんですけれども、できるだけ多くの人が、えー、作れるような形で、えー、考えておりますので、まあ、ご意見もろもろあると思いますが、まあ、どうぞお手,お手柔らかに、えー、見てください。はい。えー、それではですね、はじめにあらかじめ私の方で、えー、と設計を進めました。はい。えっ、ー、と、それではまず引き戸の考え方なんですけれども、例えば、まあ、これですね。この引き戸が、 この、えー、扉がこういうふうにスライドして動くような形になってます。はい。これをまあ作っていくということで、えー、と考えてます。で、えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、引き戸で、えっ、ー、と、大きく、えー、普通の扉と違うのは、えー、引き戸っていうのはまあちょっと難易度が、えー、と高いです、えーと。どういうところが高いかというと、扉、あの、やっぱり抜き差ししないといけません。えっ、ー、と、まずそこを、えー、と入るように作ってやるっていうのがまず大事になります。はい。 で、まあ、あともう一つのコツなんですけれども、これが窓枠なんですけれども、単純に窓枠の内寸割る2で作らない方がいいです。この3本の柱が、まあ、後ろで、このちょうど真ん中の部分が重なっているんですね。こういう形で2枚が。 ちょうど重なっているというような形になっています。はい。これが、まあ、引き戸の特徴ですね。単純に割る2で作ってもいいんですけれども、まあ、いろいろその空気が漏れたり、もしくはちょっと後ろが透けてえと見えてしまったり、えっ、ー、と、もしくは、まあ、やっぱりその、なんでしょう、この柱が多いほど、どうしてもあの重たく見えてしまうので、すっきりさせるためには、この後ろをかぶせてやるっていうのが考え方の一つになります。で、えっ、ー、と、あと、使う材料なんですけれども、ホームセンターにえーと売られている、えっと、霧。 ですね、霧の修正剤というものを使ってます。でままあ、なぜ、えー、とその霧の修正剤を使ったかというと、えー、と一つはま軽いということですね。で、えー、ともう一つは、えー、と引き出しとかにも使われるように、えーと、霧っていうのは空気をたくさん含んでいるので、えー、と反りにくいです。中がスカスカな木っていうのは反りにくいという特徴があります。なので、まあ、その、えー、と寒暖差が、えー、と大きく、えー、出るような窓のところには、えー、こういう霧をちょっと使ってみようかなというふうに、一応検討しました。 えー、それではですね、えー、皆さんもその取り付けたい既存の窓枠っていうのがあると思います。でその窓枠の内寸を測りました。でその窓枠にさらに、えー、とこういう、えー、その窓枠を作ってやろうと。まあ、賃貸の方などはまあ、なかなかそのいきなりそのそこに水を掘ったり、まあ、ちょっと,、えー、と難しいと思います。なので、えー、まあ、こういった、えー、フレームを、えー、とまずは作ってやろうということで、えー、検討しました。で その小川くんの、えー、自宅の窓というのが内寸が1727の横幅に縦の高さが1206ということでそれに収まるような形で、まあえー、とこういう形で枠を設計してみました、えー、どういう形になっているか一度見てみましょう、はいえー、とこの横の板の上にこの上下の板が、えー、と乗っかっている もしくは、えー、と下にに敷いいてあるとううよなな形になりますね挟むこともできるんですけれども今この板の上にこの上の板が乗っかってますよという形になってます。で、えー、こうすることによって、まあ、どうしても地球というのは重力がかかりますんで上からあのこのそうですね鴨居がストーンと下に落ちてきてしまうということを、えー、なくすためにこの突っ張り棒の役目で、えー、上の板を支えているというような構造にした方がいいかと思います。 はい、それではですね、えー、とワイヤーフレームでいろいろ見てみましょう。横から見ると、こういう形でですね、横から見ると、この式カモイこれは今上なのでカモイですね、溝がついてあります。このま,ま溝を作ってやるっていうのが引き戸のまず重要なところになりますね。で、えー、とそこに、それがこの横の板に乗っかっているような形になります。では、えー、とじゃあその敷、えー、モイのその寸法など考え方からちょっと見ていきましょう。 はい。えー、それではですね、えっ、ー、と、この、えー、敷きかえー、一応、今回は、えっ、ー、と、それを両方同じサイズで作ってます。えっ、ー、と、いろいろ、まあちょっと、その、寸法が変わったりするとややこしいので、まあ初めて作る方が作りやすいように、えっ、ー、と、その、寸法、 上も下も、要は二個作れば、えっと、それで上下ができるというような形な寸法にしてます。ちょっと、まあ、無理もあるところがあるんですけれども。えっと、まずは、まあ、ちょっと作ってみて、あとは、もう微調整というのは、ご自身で、えっと、するということで、考えてます。で、えっと、ですね、えっと、この寸法から、えっと、考え方から、えっと、まず。やっていきます。で、えっと、窓枠、えっと、結構奥行きがあったので、まあ、十センチぐらい。の、えっと、板で考えてます。で、ですね、えっと。 先ほど、霧の修正剤を使うということで、えー、とお話ししたんですけれども、霧の修正剤というのは厚みがホームセンターで1 3ミリということで、規格が決まってます。で、えー、とそれを切って作っていくというような形になりますので、あのその厚みを削ったりっていうのが、えー、と木工では一番大変な作業になります。ですので、えー、とその1 3ミリという数を生かした、えー、形で今回、設計してみました。えー、と7本の棒を組み合わせてます。 でまずは霧の修正剤のこの厚み 13mm のものを 20mm の幅に切ったものこれを2枚貼り合わせますで、えー、と奥にも2枚同じような形でありますねで真ん中にもその 20mm のものが2枚、えー、1枚合計5本、えー、20mm の幅に切った霧の修正剤厚み 13mm のものを組み合わせてますよという形です で、その間にちょうどそのレールの代わりをする、えー、この板ですね、を、この、今度はその13ミリの厚みというのを横に置いてやって、今度、この溝の部分を16ミリですね、ずつ取ってます。なので、ちょっと縦横が少し変わるんですけれども、これで1枚のその霧の板から、えっ、ー、と、敷居かもいを作ろうというような形で設計してみました。 はい、えー、と一応、ちょっと,、えー、と動画だと見づ,ら見づらいかもしれないんですけれども読み上げていくと、えー、左から 13mm、13mm、えー、敷居のレールの部分が 16mm で真ん中の分ける部分が 13mm で次にもう1枚 16mm があって 13mm、13mm 13、mm、合計 97mm の、えー、形で上下が作られるという形になります。はい でではですねこういう形で、えー、と全部貼り合わせてあるときには、えー、と一応、まあ、全部一体の同じ木を使ってますのでね、あのー、一体に見えるんですけれども実際にはこれがこういう形で、えー、と7本の棒状のものでできているというような形になります、えー、それで、えー、と上下の式かもいは、えー、先ほどの作り方で、えー、理解いただけたかと思います で、横の板っていうのは、えっと、手頃なもので、えっと、SPF、1x4 材ですね。えっと、よくホームセンターで使われる DIY の木ですね。えっと、この厚みが 19mm の、えっと、高さが1830の、えっと、横幅が89という形で売られてます。で、まあ、こういうものを、えっと、そののりに合わせて、えっと、カットしてやると。 いうような形になります。で、えー、と先ほどこの上下に、えー、敷居とカモイが乗っかる形になるというふうに言いました。なので、えー、と窓の内寸よりもその厚み分をマイナスしてやった寸法で切らないとダメですね。はいえー、とそれだけ、えー、と各家庭の、えー、と窓に合わせて、えー、切らないといけませんので、えー、先ほどその敷居カモイに来る板っていうのが、えー、20mm の厚みというふうに設定しました。なので、えー、とこのでこ SPF をえー、カットする寸法というのは全体の内のりからマイナス2 0ミ、mm、リマイナス2 0ミ、mm、リ合計マイナス4 0ミ、mm、リしてやった寸法になりますちょっと見づらいと思うんですけれどもこれがこの窓枠の全体の寸法です。えー、と窓枠の内寸からマイナス4 0ミ、mm、リした、えー、数がこの内のりの数。で、えー、と窓枠の横幅いっぱいの、えー、その式カモイですね。 上下の鴨居の厚み上下のカ鴨居の,、えー、の,の厚みは 20mm 横幅、えー、と横側に来る、えー、とこの SPF 材は 19mm という形になってます。それをもとに、えー、窓扉を設計してやらないといけません。 それでではすね扉がどういう構造になっているかということでちょっと分解図でご確認いただこうかと思います以前の動画で説明した通りに溝を掘るっていうのがなかなか道具が手元にないうちは大変なのでその溝というのを要は2ついろいろ幅などの違う木を張り合わせて溝を作ろうという敷居と鴨居もそういう形で作ったんですけれどもそういう作り方が DIY などの始めの段階で作る。 にはえー、とそういうやり方が一番、えー、とやりやすいかと思います。はい、じゃあ、まあえー、とレイヤーを見てみましょう。えー、こういう形でですね4つのレイヤーになってますね。はいえー、とまず1つ、まあ、この一番表側に来る、えー、と窓枠ですねと。それとは別に2枚目に窓枠を、えー、と持ってきます。で、ここの部分で互い違いになっているところというのは、まあ、前の動画でも説明した通りに強度の問題ですね。で幅を変えて、えー、とそこに えっと、ガラス、もしくはアクリルや、えっ、ー、と、いろんなボードが、えー、と入るようにしてやるというような構造になってます。で、そこに対して、こういうふうに合い書きという、えっ、ー、と、技法で、えっ、ー、と、作った、えっ、ー、と、互い違いに、えっ、ー、組み合わせるですね、えー、窓枠の3ですね、えー、をつけてやってます。で、えっ、ー、と、それを今度、また止めるための3というのをつけて、合計、1、2、3、4、 のレイヤーで、えー、とできてますねそれではですね、えー、とワイヤーフレームで扉の構造を折っていきましょうまず先ほどお伝えした通りに2枚の扉が重なっているというふうに説明しましたで、えー、とここの、えー、部分なんですけれども、えー、とこういうふうに互い違いになってますねこっちは、えー、後ろ側はこの横に伸びる板っていうのが伸びてきているんですけれども、えー、と縦の側っていうのはこういう形で下からまっすぐに伸びてくる方を勝つと ということで、えーと、この切れ目というのを、えー、と分けて分散してやるというのが1、まあ、つのコツになります。強度を、えー、と保つための1、えーまあ、つの秘訣ですね、はいえーと。今ここ段違いになっています。で、えーと、扉のこちら側が前ですね。えー、と表に来る方がこう立てがちになるようにしてあげてください。これは強度の面から言っても、また、えー、とそうですね。 扉のそのきれいに見せる見せ方という形でもこの扉というのは縦に伸びる板という方が、えー、と寸法いっぱいいっぱいに伸びますよという形になってますなんですけれども一応この場合後ろは強度を持たせるためにどうせ見えなくなるのでこういうふうに横に伸ばしてますはいてで,ですねまあちょっと一度3のことは忘れていただいて扉が2枚の形になりましたじゃあえっ、ー、と もう一度この高さが違うというところですねここの部分を見てみましょうえー、とここに段差を、えー、と6ミリぐらいつけましたえー、と式カモイのその、えー、と溝の深さが、まあ、1 3ミリという縛り状を、えー、と7ミリになります、えー、2 0ス1 3で7ミリですね その7ミリに、ここが、えっと、6ミリ入るような形にしてやろうと。ちょっとですね、えっ、ー、と、もしかすると、えっ、ー、と、無理があるかもしれません。えっ、ー、と、本当はここ、えっ、ー、と、その上側に来るものですね。えー、その、かもです。カモイの溝というのはもっと深い方がいい。ですね。えっ、ー、と、通常15ミリ,15ミリとか、まあ2センチとか、それぐらい掘り込んであって、そこにこれが10センチぐらい、あえっ、ー、と、10ミリぐらい入る。 ような形になっているんですけれども、今回かなりキツキツです。その13ミリという、えー、と板の特性上の、えっ、ー、とー、作りやすくしたために、ちょっと若干ギリギリの寸法になっています。要はここの段差が、えっ、ー、と、その四季かもイに、えー、と入らないとダメですよということですね。えー、皆さんも扉を、えー、と外したり、えっ、ー、と、入れたりしたことがあると思います。下から上に、よっこいしょと上げて、で、まずここがぶつかります。 でここには逆に隙間がたくさんあるんですけれども今回はそれがちょっとかなり短いという形になります。はい、でじゃあ短いとどういうことが起こるかというとよっこいしょっと上に上げたっ、えー、とで今度は重力で下に落ちます。そうするとその 7mm しかないこのシキイカモイの溝からここがギリギリはみ出てしまう要はあのー、抑えられないということも あるので、えっ、ー、とそこら辺がまちょっとギリギリのところで、えっ、ー、とあで微調整が必要かなというところです。はい。で、まあ上はこんな形で、今度は下の溝を見てみましょう。下もやはりこの前側ですね。こちらが扉の前側です。こちらが後ろ側です。で、えー、ここに3ミリの段差をつけてます。で、襖とかを見てもらうとわかるんですけれども、ここの下の段差っていうのは本当にもうその3ミリとか微妙。 な、えー、と数でで大丈夫ですそんなに長くなくていいという形ですね。で、7ミリの溝が掘ってあるものに対して、ここ3ミリしか出てません。で、えっ、ー、と、だからここが、要は敷居にする形になってしまうんですけれども、まあ、その辺は、その、えっ、ー、と、各自、えー、その深い7ミリの溝を、何かちょっと詰め物をして、まあ、滑りやすいテープを入れてやってもいいですね。そういう形で調整して、まあ、できるだけここの、 部分がするようにしてあげた方がいいかなとは思います。はい。ということで、えー、と2枚の,、えー、その板を貼り合わせるという時に、えー、ときに、そうですね、貼り合わせる時に、ここに段差をつけてやって、そのレールの、えー、形を、えー、と作ってやると、レールに入る、えー、凸の部分ですね、を作ってやるというような考え方になります。ただ、単純にここから、 マイナスすればいいかというとそういうわけではなくてここがちょっとまたややこしいんですけれどもここにこの部分ですねガラスの入る溝をつけてやりたいとこれ後ろも同じ前後ろも前も同じ、えー、幅だったら単純にガラスがスコーンと前に抜けてしまいますこれが扉の後ろですね今、えー、と青くなっているところが、えー、扉の後ろの部分です 2枚目のの後ろの扉ですね。でえー、とここに段差があるのが確認できると思います。これを一応1 3ミリ取ってあります。あ、えー、とでそのアクリルガラスなどここに隙間に入れたっ、えー、とでそのガラスが今度取れないように後ろから、えー、と棒状のものを当てて釘で横に打ち付けて固定してやるとその時にもここの段差が1 3ミリという都合のいい数字であった方がいいので。 単純に、えー、ここの部分を13ミリずらしてますよという形です。はい。えっ、ー、と、ちょっと説明がなかなか難しいのですが、お分かりいただけますでしょうか。こういう形で、えー、段差がついてますよというので、ここら辺の計算がもしかすると、ちょっと、えっ、ー、と、なかなか初めのうちは、えー、難しいかもしれませんが、後でまた、その寸法や考え方など、えっ、ー、と、図面ちょっと載せておきますので、それを参考にご自宅の、えー、その寸法に合わせて、 計算してみるということをおすすめします。はい、で、えーと、今度はこうですね、こういう形で、えー、3が出てきます。で、3は例えばこう十字架のこう縦と横だけでも、えー、といいといえばいいんですけれども、これ、増やすほどにこう、仕切りを増やすほどに、えー、とそのガラスの強度や、まあ、リスクが減ります。 例えば12344分割されたガラスだとここが割れてしまった時にそこが全部交換という形になりますねあとは例えばまあ変な話えとこう日本の日みたいな形でえとこの縦のものがなくてこう横で切っていたとしますそうするとやはりちょっとそのガラスを押さえることができませんこの四隅で押さえてしまうことになるので やっぱりその例えば風が吹いた場合の強度的な問題だったり、えー、とそういうことにも影響があるのでちょっと面倒なんですけれども、まあ、あのかわいいスタッフの小川くんの、えー、と家なのでこういう形で8分割してより強度の高いものを、まあ、多少手間がかかっても作ってやろうかなと考えてます。でじゃあ3分割だったらどうかというような考え方もあるんですけれどもそうするとここの真ん中のものがなくてこれがもう少し下に来て、まあ、漢字の「目」 みたいなな形の字になりますねでそういった場合、えー、と例えば、えー、とその窓によっては結構その窓自体にちょうど真ん中にラインが、えー、と来てる窓っていうのはたくさんあります、まあ、内窓の話じゃなくて実際に外と,、えーと,えーと,えー、と部屋を仕切る窓の話ですね大体がこう真ん中に、えー、と走ってますでやっぱり内窓を作っても後ろの窓というのはどうしても透けますので例えば この3分割した場合にその真ん中の、えー、と実際についている窓が後ろから透けてなんとなくちょっと気持ち悪いというようなこともよくありますなのでできるだけまあ真ん中に1本入れてやった方がいいというふうに私はま考えてます。で、えー、そうすると合計123本と横が並んで3、えーと3えー、4分割ですね。で縦で分かれて合計8分割。 合計8回いろいろ作業をしなきゃいけない形になるんですけれども、まあ、そういった形がいいかなというふうに考えてます。はい、で、えー、とそのアクリルやガラスを入れた後にここにこういうふうにあの走っている後ろから押さえるこういうものがあります。これを留めつけてやるというような形になります。はい はい。えー、これがですね、3だけで見た,た、えー、と状態ですね。こういうふうに、後ろ側がその、えっ、ー、と、押える分、少し出っ張ってますね。こういう形になってます。はい。で、えっ、ー、と、先ほど、えっ、ー、と、ここの部分を、えっ、ー、と、13ミリ取るというふうに言いました。ここの部分から、ここの部分までの幅ですね。 そうする方が、えー、とカットが少なくて都合がいいからです。で、今度はここからここまでも13ミ、mm、リになってます。で、この幅は10ミ、mm、リになってます。ということは、ここの3のここから、えー、ここまでが13。こちらからこの角までも13。ということは13、13たす13たす10で36ミ、mm、リですね、えー。この3の幅というのは、 36ミリで、えー、と作っておいた方がいいたが切りの修正材で1 3ミリで作る場合にはそういう形で作ってあげた方が、えー、とよりカットの回数が少なく厚みの1 3ミリという寸法を生かせるので、えー、楽かというような形で、えー、考えてます。 それでは扉のサイズの決め方なんですけれども、えー、と既存の、えー、と窓枠にですね、えー、と新たに窓枠を作りましたじゃあその内のりに対して扉を作ってやら,やらなければいけませんで、えー、とその場合、えー、と今今回はいろいろ板を組み合わせたところ1165が扉の内寸ということになります扉じゃない,ないですね、えー、と窓枠新たに作った窓枠の内寸になります 今度、えー、とその横,横幅ですねが1690となりました。はいえー、とこの1690というものに対して扉を作ってやってあげればいいんですけれども、えー、と先ほど伝えたように、えー、と単純に割るにして作る方法もあるんですけれどもより家具らしく、えー、ときちっと作ってあげるのであれば、えー、とちょっと違った計算方式をとります。はい これが実際に作る窓枠の形ですね。で先ほどお伝えしたようにここが重なってます。ということは扉の寸法というものはこの横幅だけでは決められません。それでですねなので例えばここの扉の寸法というのを A とした場合。 A とした場合にこの内のり扉のと、えー、と窓枠の内のりマイナス 3A してあげますはい、えー、123、えー、まず 3A を、えー、と引いてあげるそしてから、えー、とその出た数字を割るにしますこことここまでの数字が出てくるのでそこに今度は 2A を足してあげると。 いうようよな形で扉1枚分の寸法というのが決まりまりすはいえー、とここがちょっとはじめ、えー、となかなか計算する、えー、ときに難しいややこしいところなんですけれどもこうやって、ま、扉の、えー、と寸法というのはその、えー、縦に伸びる、えー、板の幅で、えー、決まってくるというふうに考えておいてください。はい でですねえー、とまとめになるんですけれども、えーとまあ、その引き戸の構造ですねあと,、えー、とカモイ式というのが、えー、とあってその溝を作るというのははじめうちはちょっと大変なので、えーとまあえー、その板を組み合わせて溝を作るという方法がありますよということで説明しましたであとは、えー、とこの、えー、と引き戸の重なる部分のことですね えー、単純に割、ま、る、あ、にしてもいいんですけれども、まあ、より丁寧に作ってやる場合にはこういうふうに、えー、と重ねてやるというのが、えー、いいですよということとその計算方法をお伝えしました。で、えー、あとは、まあ、そうですね切りという材料で、えー、と作るといいですよということで例えばそういうふうに、えー、と木の、えー、と厚みの寸法が決まっている場合で,できたらその1種類の木でいきたい場合、えー、コストを削減したい場合などっていうのはその厚みの寸法が決まっている場合できたらその1種類の木でいきたい場合コストを削減したい場合などっていうのは 霧りの、えー、修正材は1 3ミリと決まっているのでその1 3ミリという数をいかにうまく使うかということで設計してやるというのが、えー、一つ、まあ、ポイントになってくるかなと思います、えー、まあいろいろ今こんなに、まあ、ややこしい図面を書いたりしているんですけれども私たちも基本は手書きで書いてます、はい、ということでオれドの前にまず引き戸で簡単にこのような形で説明させていただきました、はい、じゃあ今日はこの画面のまま失礼します 最後までご視聴ありがとうございました。